大腸。はい、よいしょ。はい、美味しかったですね。美味しかった。ありがとうございます。満腹。満腹。はい。で、この後なんですけど、はい、先ほども言いましたけど、バナナ TV として新しい試み、うん、短編映画みたいなのを撮ろうかなと。短編映画。短編映画。あの、ハッピーバースデー仮面ザムービーみたいな。何それ。ムービー。はい。撮ろうかなと思ってまして、せっかく LA で生まれて、うん、世界各国行ってるんで、うん、ちゃんとストーリー仕立てにして、うん、撮っていこうかなと。え、ストーリーはどうするんですか。ストーリーまだ決まってないんですけど、うん、ストーリー決まってない。ストーリー決まってないんですけど、うん、まあ、いろんな国でワンシーンワンシーンを、うん、泣いてるとか笑ってるとか、あ、悲しんでるとか、とりあえずシーンを撮っていくと。そういうことか。それはいろんな国で撮っていって、うん、最終的にちょっとどれぐらい先になるかわかんないですけど、はい、一本の映画にすると。そうね、世界各国回ってるからいろんなこうところでっていうのはなかなかそういう映画ないなかなかね、ない。すごいね、壮大な。ほうほうほう。ハッピーバースデー仮面ザムービー。ハッピーバースデー仮面ザムービー。台湾編というか。おお。まあそうですね。それでしょ、だってそこにいる人でしょ。そうです、これです。そうそうそう。うんうん。ただ、ちょっと今日来てるかわかんないですけどね、バースデー仮面が。そうなんだもんね、実際ね。まあ、知らないですからね、僕は。わね、そういうの好きだね。俺は正体がわからない。僕もそれはずっと思ってたのよ。なんか謎めいた人というかね。日村さんはいないんですよね。いないけど、それはあんま気づかなかったな。上下マスクもあってもお気持ちはいないし。あー、そうか。そう、うん、ごめんなさいね、うん、いなくなっちゃってたのかな、じゃあ俺がね。上下マスクもあってはいるんですよ。何？上下マスクマンってのがいるんですよ。ハッピーバースデー仮面はもう配信で見たことあります。ああ、まあ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 、彼はね楽しいよね、彼ね、なんかね上下マスクマンってのはちょっと今にまた気に入らないな、なんかなんか話の名前だけだとね。うん、そっかそっか。んなんで寝てんだよ。おい、どこで寝てたかわかんねえわ。終わったのくなり。え、つまんなかったの。うん、つまんなかった。すごい面白かった。うわ、すげえ雨降ってきた。着きましたね。はい。あ、来てましたね。ハッピーバースデー。はい、ハッピーバースデー。どうも。あ、どうも。お願いします。バスデーカメさん。あ、なんかいい作品やりましょうよ。はい、なんか映画だって、らしいですね。あの、世界に通用する映画にしたいんで、無声映画、サイレントムービーみたいな。で、一応台湾の設定は、はい、傷ついた心を癒しにやってきたみたいな、はい、そういうのをやっていると思うんですよ。はいはい、よろしいでしょうか。 OK。 じゃあ、亀さん向こうの方に行っていただいて。え、勝ち。はい、行くよ、じゃあ。おお、こんなの持ってきたんですね。監督用だ、これいいね。映画撮ってるって思われるだろうな。あ、スタンバイできてる。もういいよいいよ、傘なしでいいよ。もういいよ。何やってんだよ。監督シーンは分かんないよ、知らないよ。行くよ。はい、用意スタート。はい、カット。カット。はい、カット。ちょっと、もう一回。すみません。何？もう一度すみません。これどういうシーンなんですか。これは歩いてくる、あのちょっと疲れた体を癒しに、癒しに歩いている、はい、だから癒してる感じもうちょっと出してほしい。傷ついた感じと、あと傷ついてる感じ、傷ついた感じ、傷ついた感じ、はい、あと傘なしでお願いしていいですか。うん、僕はそう思ったんですけど、彼持ってきたから、まあ、傘なしで大丈夫、はい、じゃこの車行ったら行くよ。はい、キャメラ行く、キャメラ2だろう、もうシーンテイク2だよ、これ。何やってんだ、やったことねえのか。すいません。何なんだこいつ。はい、用意。
もういいね、もういいね。はい、カット。どうです？どうです？やってみて、逆に。一応自分の中ではエンディングランとしては疲れてる雰囲気、それを癒されようとしてる感じで出したつもりですけどね。はい、どうしたキャンプ？良かったですね。はい、OK です。はい、別アングルとか撮ったんですか？あ、じゃあちょっと寄りだけとか。そうね、寄りだけじゃもらえる。寄りもらってみましょうか。はい。キャメラ入れる？はい。お願いします。はい。